今回はですね、KSRG の、後藤先生がどうやら、ですね、自分のものまねが結構お得意だってことを、KP さんの方からちょっとですね、情報をいただきましたので、ああ、なるほどなと思いまして、それで、今回はですね、ちょっとせっかくなんで、その KSRG の後藤先生に敬意を表してですね、動画を上げたいと思います。多分全然似てないと思うんですけども、ちょっともう今お呼びしてますんで、ちょっとこの元秋チャンネルの中でですね、ちょっと解説させてもらうってことなんで、ちょっと変わりますのでよろしいでしょうかね。じゃあ、先生、じゃあちょっとよろしくお願いします。こんばんは。なんちゃって護身術の、元秋です。今日はですね、皆さんは、ミジンコっていうのをご存知ですかね。ミジンコですよ。わかりますか？ミジンコです。ですね、皆さんは、この地球の生物っていうのは、高次元の神によってですね、皆さんは作られたわけです。わかりますか？高次元の神によって作られたわけです。つまりこのミジンコっていうのもそういうことなんですね。わかりますか？これはですね、もうバイブルによって、もう全て解明されております。でですね、このミジンコなんですけども、非常に護身に関してですね、面白いことがあるんですね。このミジンコっていうと、皆さん、単細胞の生物、単細胞生物だと思ってられる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、これはですね、実は多細胞生物なんですね。これはちょっと頭の中にちょっと一つ入れておいてほしいですね。そうすれば今後の受験勉強に役に立つかもしれないです。この辺はですね、ちょっと覚えておいていただけたら面白いですね。でですね、このミジンコなんですけども、実際何が護身かって言いますとですね、こんな小さいメダカのような餌になってしまうような生物なんですけども、実際ですよ、実際この頭の部分なんですけども、いざ敵の方にですね食べられるようになると、頭の方がグッと出るんですね。グッと、わかりますかね。ですからこれが、言ってみれば月ですね。月です。月です。月って言ってもね、掴まれるような月じゃダメなんですよ。わかります？ついて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 。そしてですね、これがもうね、本当はこの場で言いたいんです。必殺の突き方っていうのがあるんですけども、ちょっとですね、これこの YouTube っていうのは、やっぱり誰が見てるか分かりませんからね。本当に申し訳ないんですけども、悪い人見てるかもしれないんで、この技はちょっとヒントしか与えることができないんですけども、そこら辺はちょっとご勘弁願いたい。一応ヒントを与えますので、もしかしたらあなたにもできるかもしれないですね。よろしいですか？頭の部分ですよ。頭の部分が伸びますね。で、とにかく月です。月です。わかりますか？もう月ですよね。そしてスプレーです。で、これが警棒ですね。このことをですね、今回は非常に心の中に留めておいてください。そうすればあなたの心は高次元の神によって非常に記憶されると思います。そしてですね、今日はそんなあなたに大切な言葉を屋台伝の口伝書からですね、32章、屋台伝ですね、屋台伝の32章の6番の言葉をあなたに当てたいと思います。あなたの常識は通用しないかもね。以上ですね。じゃあちょっと時間が来たようなんで、変わりますのでね。そういうことでした。どうもありがとうございました。なんちゃって護身術の元秋でした。ありがとうございます。と、今先生の方が、
ちょっともう他になってしまったんで、まあ、ちょっと今録画ということでよろしいですかね。まあなんかよくわかんないですけど、どうやらあなたの常識は通用しないかもねっていうことが言いたかったみたいですね。まあで、おそらく先生が一番言いたいのはあれなんですかね、あの誤診ではまあ月が大事と、まあ、とにかく月方はいろいろあるんですけども、ちょっとその肝心な部分というのはちょっとお見せできないみたいですね。やっぱりその悪い人もいてますからね。まあこの月っていうのはまあオリジナルの月をまあやってくれってことなんですかね。まあそういうことなんでしょうか。じゃあ今日はまあ以上です。どうもありがとうございました。